失礼しました。ミサちゃん、うすいくん。すみません、タクシー呼んでもらえませんか。早く病院に。分かった、待ってて。こんなに腫れて。ハンカチ濡らしてくるわ。店長。すみません。ミサちゃん、もしメイドラテが場所も姿も変わってしまったら、あなたはどうする？店長が私を必要としてくださるのなら、どこでだって。ありがとう。私は幸せな店長だわ。どうした？そんなところに突っ立って。あんまり間抜けな顔、外でさらすな言うたやろ。私はバトラーやフットマンのあるべき姿を考え、従業員に妥協を許さない方針を貫いてきました。当時の英国の階級社会を忠実に再現すれば、確実に客を満足させられると。あの女の言葉で方向を失ったか。ほんまお前は世話が焼ける。ま、土地は他にもある。一等地がね。まさか五十嵐財閥所有の。もともと俺のために用意された場所や。問題ない。あいつらの店はあのままにしといた方がええ勉強ができるやろ。ありがとうございます、会長。あとは勝手に頑張れや。ねえ、あのサンバカいつにも増して気持ち悪い。で、こっちも同じ顔。無理もないわ、葵ちゃん。メイドラテ最大のピンチを乗り越えたとこなんだから。そのことなんだけど、ちょっと説明してくれる？なんでいきなり買収の話がなくなったのか。店長から聞いてない？マキさんの店は別の場所で開店することになったんだって。だったら最初から買収の話なんか持ってくるなっつーの。そういえばあいつは？あいつ？ミサちゃんでしょ。やっと共に喋った。ミサちゃんならきっと今頃な。なんなんだここは。俺の家。ああ、どうやらそうらしいな。何？お見舞い？そんなところだ。ご家族の方は？いないよ。一人暮らしだから。お邪魔します。引っ越したてじゃないよな。入学当時から住んでるよ。どうして一人で来たの？俺に何されても良くなっちゃった。やっぱり熱出てるじゃねえか。無理に早く退院したって本当だったんだな。とにかくお前寝てろ。タオルとか氷とか適当に借りる。いいよ俺が。お前は寝てろ。相沢、本当にいいから寝てくれ、アホ薄い。頼むからちゃんと直してくれ。家族に連絡とかしてないのか。必要ないし。なんで無理に退院したんだよ。病院って暇だから。ちゃんと何か食べてんのか。煮込まれすぎて米がただの白いスープになってる。会長って料理が下手なんだよ。悪いか。嫌なら食うなよ。私が全部食うから。食べるよ。でも右手持ちにくいから食べさせて。ちなみに俺猫舌だから。感動した。こんなにも素材の味を殺しきれる料理法があったなんて。うるさい、黙って食え。なんだ、こんだけ食えりゃ心配ないな。残せるわけないだろ、愛沢の初の手料理。あ、汗かいたから着替えた方がいいな。って、その手じゃボタン外すの辛いか。何見てんだよ。ガン飛ばしてくる不良のようだ。うるさい、窓の外でも見てろ。はいはい。またこいつに借りができた。憎まれ口叩いたりセクハラしたり、ふざけたやつだと思わせるのに、いざって時は私を助けに来る。なのに私は何も。ごめんな。私はお前に頼りきりなような気がする。今までの分も借りを返したいと思ってきたのに全然ダメだ。
結局この程度のことしかできない。不甲斐ないな、私は。まったくずるいよね、愛沢は。何が？俺も結構愛沢のこと頼ってるよ。嘘つけ。嘘じゃない、俺には愛沢くらいがちょうどいい。ちょうどいいってお前何様のつもりだ、アホ薄いのくせして。なんだこれ。くそ、ムカつく。だからそれずるいよ会長。何がだよ。どうなっても知らない。だから何がだよ。ねえカノー君、なんで君だけオーディション受かったの。そう、なんでペアなのに僕だけ落ちてるの。そう、きっとまた悲しみてるすがらの、そんなもんでいいじゃないか。飾らないまま迎える美しさよ、いつの日にか分かろう。たとえどこにいたとしてもきっとまた会える。あそこにいるのは薄井さん、それとも薄井じゃないさん。どうしたのかな雪村君。あ、薄井さんでしたか。実はお願いがありまして。雪村、こんな変態にお願い事なんて大丈夫か。でも妹のためにお兄ちゃんらしいことをしてあげたいんです。あははは、私は薄井じゃないです。あれ、いつの間に薄井さんは。あれあれ、協力してやれよ薄井。次回はネットアイドル葵様の PV 撮影の話よ。キャンプ。雪村、妹と葵ちゃんの2本立てってことだな。この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。